はい、ベムピーチャンネルでございます。お久しぶりの登場ですよ。いやー、最近ね、なかなかピーナッツが忙しくてですね、なかなか YouTube ができておりませんでした。皆さん、お待たせしました。今日もあのとこに、はい、こんにちは、皆さん、こんにちは。お久しぶりです、マー君です。マー君です。はい、ということで、はいはい、久々の YouTube ということで、ちょっとテンション上げていきます、ね、上げ上げでいきましょう。上げ太郎でいきましょう。上げ上げ。それにしても、はい、持ってるね、これ。やっぱ持ってるわ、あなた。持ってます。これはね、取れるぞ。ほとんごといるぞ、これ。6トンです。いやー、なんか今年はね、結構なんか量はありそうだというね、ことで。新聞とかね、報道ではね、そうそう、勝ち前ではね、載ってたんで。まあ、いいですけど ね、まあ掘ってみるまでちょっと分かんないんで。そうなんですよね、長芋ってね。そうですね、はい、もう中で掘り取り日来るんで、はい、まあ掘ってみて、どんな長芋が上がってくるかっていうのはちょっと、そうですね、楽しみにしてますよ。はい、交互期待ですね。はい、はい、ということでね、はいはい、僕やってんのは、はいはい、長芋の、はい、掘る前の、はいはい、段階、はい、つるまきということで、ね、つるまきということですね。はい、つるまき作業を行っております。はい、これがね、今年またすごいんですよ、これ。あら、今年の夏あったかかったでしょ。あったかったですね。うん、したっけ、つるすんごい伸びちゃって、したっけ、ポールが倒れちゃうの。あ、マーク倒れたんだっけ。倒れた。あら、つる重すぎて倒れちゃった。いやいや、あなた、うん、取れそうですね、これ。バッキンバッキン言って、でもすごいね、ツルがすごくてポールが折れるってすごくない。ツル下ろししてるそばから倒れてくみたいな。あなた、はい、楽しみですね、これ。楽しみですね、楽しみですね。ツルがすごいのか、ムカゴがすごいのか。あ、ムカゴやばいよ。やばいですよ、これ。でかいよね、ムカゴ。これ、これムカゴって言うんですけど、すごいよ、ね、長芋の赤ちゃん、これ。そうですね、まあ種になるんですけどね、これが。そうだよね、植えたらさ、長芋になんだもんね、うん、で、こっからあの、これ植えて、あの、その年ちょろっと長いのになるのかな。だからほんとちっちゃいになるんだよね。なるんだよね、うん、きっとね、うん、で、徐々に大きくして皆さんの食卓に届くのは4年後ということ。おー、このムカゴから4年経って皆さんの食卓に届きます。あ、そうですね、はい、長芋ってそうなんですよね。そうなんですよ。で、このムカゴからやることによってウイルスがない種が出来上がると。あ、なるほど、はい、そうなんですよ。ということで、川西は、はいはい、そういう方式で、はい、ずっとやっております。そうですね、素晴らしいですね。素晴らしいですね。我々メムロもね、はい、川西チームということでね。そうですね、はい、川西ブランドということで長芋も出させてもらってますけど、はい、そうなんですよね、はい、はい、かなりしっかり管理されてますからね。そうですよね。これ知ってます？なんですか？川西で、はい、種作ってる場所あるじゃないですか。あ、はいはい、網室ってあるらしいです。網室って聞きますよね、はい、はい、もう虫とかがね、アブラムシとかがウイルス持ってるらしいんですよ。はいはい、あいつらが葉っぱをこうチュッチュッチュッと吸うと、うんうん、ウイルスで侵されちゃうらしいんですよね。いや、見回りしますもんね、我々もね。そうそう、するし、見回りもするけど、さらに川西は網室という、はい、なるほど、うん、虫を絶対寄せつけない。なるほど、徹底管理されてますからね。そんな中で長芋作ってすごいですよね。すごいでしょ、はい、完全にもう徹底されてますからね。なるほど、はい、だからつるまきの日も決まってますからね。決まってます、絶対、はい、これね、やっぱり早すぎると長芋が熟成しないんです。はいはい、熟成しないってことは、なんかすぐトロロ吸ったら酸化しやすいみたいな。あ、なんか色変わっちゃったりとか。いや、ありますよ。そうそうそう、ね、だしっかり熟成させるためにつる切り火っていう、この巻く日が決まってるんですよ、掘り取り日。今日のマークすごい知的な感じですね、はい、あ、もともと頭いいです。地頭、地頭、地頭、ただ勉強してます。なるほどね。ノーマルとかは爪隠して、はい、隠して終わっちゃってる感じだね。まあ、そうですね、うん、はい、もうこんな感じですね、はい、猫パンチですね。そうですね、そうか、はい、はい、ということでね、はいはい、そんな長芋も、はい、もうすぐ収穫ということで、はい、楽しみですね、はい、で、私使っているのはこれ、はい、トラスト機構の、トラスト機構、はい、我々みんながお世話になってるトラストですよ。そうですね、はい、マークなんかあの掘る機械もトラストですからね。そうですね、コンベア付きのね。そうですよね、はい、でやってるんですけども、はい、これもトラストです。うんうんうん、はい、そうですね。これがまたすごくいい機械でね。これすごいですよね。はい、まあこの後動画でお見せしますけども、はい、すごい画期的ですからね。昔は知ってます？え、知らないっすよ。昔はもうこれですもん、ね、僕昔はね、
聞く話ですよ、うん、本当の昔ね、うん、こうやって巻いてたらしい。怖いっすね、こうやってマジでこうやってそう、マジっすか。それしやるのでやっとですよ。俺それ知らなかった。どうやって聞きましたよ、こうやって押してたんだぞ。すごいっすね、長いもの歴史。すごいっすよね、はい、落花生もねこんな風になったりですね。いや本当です、まさにそなんかリンクしました、うん、今僕。あ本当ですか。今のピーナッツとこの長芋の 現在っていうの30年。でもピーナッツも今機械化割とされてきてるじゃん。そうですね、はい。これではないですよね。これではないっす。それではないっすね。はい、なるほどなるほど、はい、そうかそうか。そうやって我々は今ね、そうそう、やりやすいように、うん、そうそう、長芋作れてるというね。ありがたいですね、皆様のね先人のね、はい、知恵がね、うん、その上に我々を立たせてもらっている、立たせてもらっているということですね、うん、ありがたいです。ありがたい、ありがとうございますね。はいはい、じゃあ行ってみます。行ってみましょうか。操作を見せてあげる。そうですね、はい、はい、僕もね、あの、うん、さっきまでやってたんですけども、はい、はい、マー君のね、マー君の巻き方って結構うまいっていう。シンジ君、はい、シンジ君よ、シンジ君曰く、嬉しくないなそれ。マー君のつる巻きはうまいっていうね。新次くんが下手でもね、やっぱりね、あの、まさかバックで巻いてくるわけじゃない。それ逆にそれ逆に強くないですか。いやでもね、逆に、はい、逆にっていうか、やっぱり初日と、はい、あの終盤ってやっぱり上手くなったなと思いますよ。あ、思いますね、うん、僕も最初の 1,2 個はわやでした。わやだよね、うん、ここになんか巻きつけて、あ、わかる、ここが飛び出てね、わかる、まあ、鶴多いっていうのもあるんだけど、今年はね、そう、今年は巻きづらいっすね、うん、うん、で、俺今年さ、これ200件だからさ、360m、 はいはい、なるほど、長いの、なるほど、うん、だからそしたらモコモコになっちゃってさ、なるほど、こっちから溢れちゃうんだよね。溢れたら大変なんですよね。そう、出せないからね。そうなんですよ、溢れないようにするのがコツだね。そうなんですよね、うん、はいはい、じゃあじゃあちょっと見せてください、あなたの腕前とやら。もうだいぶ終盤戦ですからね、これあとラスト4本ですから、2023年の鶴巻の集大成がもう見れるってことですよね、要はね。そういうことですよね、はい、もう何十本も巻いての巻いての4本ですから、そうですね、失敗は許されないですよ、相当うまいっすよ。ビッタビタのもうバームクーヘンみたいになるってことですよね、多分。このこれね、360m 行った時の鶴のサイズ、うん、多分これぐらいだ。やばいっす、はい、やばいっす。で、バカン開けた瞬間、ボンビッグバッグ、すごいっすね、はい、それは見たことないっす。お見せしましょう、このサイズを、このサイズの鶴の大きさを。おにぎり1個分じゃないか、それ。おにぎりサイズになる鶴巻き、ね、はい、そうです。これはね、バズりますよ。バズらせて見せましょう。バズらせて見せましょう。ビッチビチにやっていかないとダメですね。おにぎり1個分のつる巻きお願いします。そしたら、はい、お任せください。面白いですね、やっぱり本当に。はい、ということでエンジンをかけて、つる巻きがスタートしました。これね、やっぱり最初ってこれ小さいんでね、足がこうゆっくりしながら、うまいですね、こうピターッとピターッとなりながら、はいはい、来ましたよ。徐々にね、徐々にこうスピードを上げてきましたよ、土屋くん、はいはい、徐々にスピードを上げていきましたよ、はい。こんな感じでね、鶴をねしっかりと引っ張りながら、はい、こうやって巻いていくんですよね、はい。あ、上手ですね、しっかり小さいね、小さい鶴、おにぎり1個分にするって言ってましたから、もうスピード上がってきましたね。そうなんです、でもね、大きくなると、大きくなるとあれなんですね、スピード上げないと。あれ、ちょっと待って、なんかスピード上がってきましたよこれ、ちょっと待って、ちょっと、はいはい、まあね、こうやってねスピード上げていかないとね、ちゃんとね負けないんですよね、はい。しっかり僕もねついていきたいと思いますよ、はいはい。あ、ちょっと待てよ、速いぞ、おい、いつもより速いじゃないのか、おい、 360m 走らせるのか、おい、おいおい、いつもより一足二足上げてんじゃねえのか、おい、360m 俺は全力疾走させるつもりか、走ろよ。
ということで、ちょっと疲れました。ちょっと体力ついたんじゃないですか。ちょっと疲れました。だいぶね、うん、ついてきました。だいぶ今年は。でしょ。はい、いや、6速じゃ振り切れないから7速までだけちゃいました。6速で振り切れてんのになって。そうっすね。はい。そうっすね。うん、まあそんな感じでね。そうですね。はい。あ、はい、うまいっすね。もうあと。あ、うまいうまい。あと100メートルぐらいだけど。しっかりね。うん、任さってますよ。任さってます？はいはい。はーい。いや、めちゃくちゃいいですよこれ。あったかいし、これいいですね。いいですよ、うん。ついに私も買っちゃいました。ぜひ、はい、チャンネルご視聴の皆さん、はい、お買い求めください。はい、お願いします。販売しております。はい、とてもかっこよくてあったかいです。はい、ありがとうございます。はい。